今回見せていただいてますピアノがヤマハの U3M というね、えー、機種になりまして、えー、製造から40年経ってるピアノになりますね、えー、ですのでねちょっとね調律の秋年数がすごく長いのでこれ今ドーノート、ね「ドうの」とね弾いてるんですけどこれ B になるんですね <laughs> 足になったり B になったりこの間ぐらい。 引くとこれ C シャープになりますね E は何とかい,いです、ね、あ E フラットになりますねもうね半音あの50セント以上狂ってるという風な状態になりますね、えー、ですのでこれド,ドーノート引いて C の音が出るぐらい狂うと100セントの狂いになりますので50セント以上狂うとドーノートを弾くと C の音という風な認識をしてしまいますねはいそのぐらい狂ってますので、えー、これをね引っ張り上げると ちょっととねね弦が切れてしままうんじゃなないいかなと思います、ねえー、1枚の板がこの240本ほどある弦を押さえてるんですけども、えー、順番にこう弦をね、えー、調整していくとだんだんとね弦他の弦を調整してるうちにこう鏡板が押されていきますので最初に合わせたところがね狂ってくるんですねなので最初見越し調律といいましてその狂ってくるのを見越して 高い目にギュッと引っ張っといて、他の弦をこう締めていくうちに、だんだんとこう、あの、正規のピッチに落ち着くように、えー、見越し調律というね、最初、あの、高い目に調整をするっていうふうな調律の仕方があるんですけども、えー、そういう調律をしないと、えー、元に戻せないので、かなりの弦にとっては負担になるんですね。なので、 えー、弦が切れちゃうかなという可能性が結構高いですね。なので、どうするかっていうところをちょっとね、奥さんといろいろ、あの、えー、ご相談させていただいてたんですけども、とりあえず、まあ、いろいろとね、あの、見積もりさせていただいて、えー、その中で今後のこともね、考えながら、えー、させていただこうということになりました。えっ、ー、とね、部品がちょっとね、傷んでるところがありまして、ちょっとアクションを外してあるんですけども、よいしょ。 えー、このようにね、外しますと、えー、このね、バネがこう弾けてるの分かりますかねピンピンと弾けてるんですけど、これ本当はね、この、ここのね、ちょっと茶色くなってる紐に引っかかってないといけない、えー、バネなんですけども、このバネはですね、えー、っと、グランドピアノでしたらこう下から弦を叩くので、重力でこう降りてくれるんですけど、アップライトの場合横に叩きますので、 えー、ハンマーをね、戻すのに、そのバネの力を使うんですね。えー、そのバネが引っかかってる紐が、こうもう弱くなって切れてしまってるので、これバットフレンジコードって言うんですけど、えー、その部分の修理は必要になるかなっていうところですね。えー、これも、この今みたいにアクションをね、こう外して、えー、工房に持ち帰って修理ということもできますし、えー、弦交換をするとなると、えー、ピアノを工房に持ち帰っての修理になりますので、 えー、工房にある間に、あの、こういう部分を、えー、交換するっていう方が安くつきますので、その辺もちょっと、えー、ちょっとポイントになってくるかなと思いますね。で、もう一つ、この鍵盤の横揺れですね。あ、紐が。これも、えー、こういうふうに横揺れすると、カタカタね、音が鳴りますけど、この部分ですね。 えー、これ鍵盤ブッシングクロスって言うんですけどこれもやっぱり40年経ってくるともうねクッション性がなくなってこのピンとのね間に、えー、こうコトコトなってしまうようなね感じになってきてますね。これはねまだねすぐにっていうことではないんですけど、まあ、今みたいに鍵盤外してねあの持ち帰らせてもらって修理はできるんですけどまあ弦交換されるんであれば一緒に直しといた方がいいのかなっていう部分ですね。 えー、あと、この鍵盤の小口、これもね、基盤できておりますけども、まだね、こう反り返ってくるっていうところまで行ってないんですね。えー、これもね、反り返ってくると、この前の塗装面にこう当たって、鍵盤引っかかると、あの、鍵盤が上がらないとかね、いうことも起こってきますので、これもすぐではないですけど、あの、オーバーホールとかさせていただくんであれば、えー、工房にある間に直してしまう方が安いかな、安くつくかなという感じのところになりますね。 はい。そういうとこも含めてですね、いろいろと、えー、見積もりさせていただいて、ご検討いただいた方がいいのかなという気はしますね。はい。えー、競の響きがすごくいいですのでね。さすが U3M ですね。はい。では、外装の方も取り付けて、えー、見せていただこうと思います。はい。えー、外装の方を取り付けてみました。えっ、ー、と、大きな傷もなくですね、非常に綺麗に使って貼りますね。 ま細かいね、国立はさすがに40年ね、経ちますので、あるかなと思いますね。曇りとかも当然ありますけど。まあ、この辺はね、うちの中古ピアノのメニューで、えー、外装磨きをするとね、綺麗になるかなと思いますね、はい。鍵のとことかね、ペダルなんかも踏んでるところはピカッとしてるんですけどね、他錆びておりますね。 はい。この辺も綺麗にできるかなと思いますね。まあ、この年代のピアノですので、えー、オーバーホールされる時はですね、この黒を剥がしてしまって、えー、木目が出てきたらですね、その木目を活かして、えー、家具調のピアノに仕上げるとかね、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。あ、でもしね、ピアノをね、運び出すということになると、この、えー、 プラスチックのお皿はね地震の時に危ないですので耐震性のあるゴムのお皿とかねそういうのに変えてしまってもいいのかなと思いますねはいえー、ピアノのポテンシャルが高いですのでねいろいろとご提案できるかなと思っております